ってやって、ひらって。おう？おう？ひら、ひら。あ、ご主人がショコラのこと、エロい目で見てる。いやー、ご主人様のエッチ。主人様のお店の制服、ショコラ似合ってますか？うん、よかったよかった。選んだのは私だけど。まあ、できる範囲で頑張る。すごい！ご主人様にも褒めてもらっちゃったね。明日から一緒に看板猫として頑張ろうね。ご主人が用意してくれたし、適度に頑張る。もう素直じゃないんだから。バニラも嫌ってサービスしちゃいなよ。フラフラ。いや、私はそういうことする猫じゃない。ショコラ
何かお探しですか？はい、もちろんございますよ。こちらになります。この手の方は多いですけど、でも結局猫それぞれなんですよね。人型猫は言葉でコミュニケーションが取れますし、ちゃんと話をしてれば大丈夫ですけどね。あちらの猫ちゃんたちのご主人様ですか？そうでしたか。ではおすすめの本出しますので少々お待ちくださいね。しました。こちらの本なんてどうでしょうか？もうあれだけ手がかからないなら、飼い方というよりは猫の特性を学ばれた方がいいと思いまして。今更言葉とかトイレ、お風呂の教え方なんて必要ないと思いますし、これから成猫になるにつれて発情期とか身体的な成長も現れたりしますから。猫ちゃんとの関係も家族によって様々ですからね。専門的な本には劣りますけども、最初の入門編としてはこちらがいいかなと思います。でもあれだけしっかりした猫ちゃんたちですし、人間と同じように話をしてあげれば大丈夫だとも思いますけどね。猫ちゃんたちが大変気に入っていたようですが、あちらはどうなさいますか？世界にもいろいろある。
ご主人様、生理痛って何ですか？あ、生理ってことはもしかしてお片付けした時に痛くなる筋肉痛のことですか？そこら冴えてますね。ついていくのであります。ところでご主人様は何のお薬を買うんですか？お薬って痛かったり苦しかったりするときに飲むんですよね。主人様どこか痛いんですか？それなら病院行った方がいいんじゃないですか？でもショコラが熱出して辛かった時はご主人様がお医者さんに連れて行ってくれましたよ。
しい。ワク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 。にゃーん、さすがはご主人様。そういう人の感情は発情
長期を迎えてもいない猫には難しい。ご主人、そんなこと言って喜んでるくせに。主人様、そんな目でショコラを猫の目はごまかせない。にゃー、ご主人様がパパですか。それもいいですけどね。悪くはないってことにしといてあげてもいい。ご主人様が洗ってくださいにゃ。じゃあケチなご主人に代わっていつもみたいに私が洗ってあげちゃおう。ご主人わざと顔に。仕事中におさわりはダメですよ、ご主人様。セクハラ。ご主人、そういうのはお客にしちゃダメ。私ならそこそこ我慢してあげるから。主人様、ショコラ、
猫パ